内部丸亀町グリーンとは、香川県高松市の丸亀町商店街にある複合商業施設である。2012年4月19日にオープン。高松市の丸亀町商店街では、1990年代から大規模な再開発事業が計画され、商店街全体を北から AG の7つの街区に分けて開発する。 再開発事業が進行中であり、当施設は丸亀町商店街最南端の神外区の再開発事業で建設された施設である。総事業費は約150億円で、計画時の名称は高松丸亀町商店街ジ外区第一種市街地再開発事業。高松市の商業の中心地である高松中央商店街のほぼ中央に位置すると同時に 計画当時高松市にあった二つの百貨店、高松三越と琴電伝祖校高松天満屋。高松天満屋は2014年3月限りで閉店し、ビルには2015年10月に専門店を集めた河原町フラッグがオープンのほぼ中間に位置すること、高松市の幹線道路である国道11号に面することなどから、高松市中心部の活性化における、 重要拠点とされ、丸亀町商店街再開発事業の核となる施設として建設された。このほか当施設のオープン以前には2006年に最北端に当たる A 外区が、2010年には PC 外区がオープンしている。事業主は、高松丸亀町商店街 G 外区市街地再開発組合であるが、計画段階から森ビル都市企画株式会社と、 業務代行契約を結び、テナントリーシング等の総合コンサルタントを同企業が担当していた。オープン後も同企業が施設の運営を受託することとなっている。建物は西岳と東館のツインタワーであり、商業施設、ホテル、マンション、オフィス、駐車場、駐輪場などで構成される。1階の中央部には、 ケヤキ広場が整備されており、各種イベントや休憩所として活用されている。西立東館よく間違えられるが、本施設の駐車場は、丸亀町商店街振興組合とは無関係なので、同組合運営の駐車場の金券類は使用できない。同組合では、この点について注意を呼びかけている。商業施設1階、オーガニックライフ2階、 フェイバリットイーティング3回、エンジョイリラックスオフィス鉄道バス。ありがとうございます。